もしもピューチンがハーゴンと同じだと気がつくことができていたとしたなら、もしもピューチンがハーゴンと同じだと気がつくことができていたとしたなら、ふたふたぞ塔に初めて来ております。一回も戻るか。力いってみようか。じゃあ何もないね。おもがき。チェックしてなかったのか。なんかちょっと一個やりたいことあったんだよな。ああできないか今。明るくなってきたね。眩しいねなんかね。なんかあったっけ？何もないか。
そこに何かあるのかって、あ、2匹ワンちゃんがいるから、ワンちゃんどこだ？ワンちゃんどこにいるのかな？いちご自体がないな。ここにはイチゴ自体がないのか。
ち行くか。何もないな。行くか。あとキャベツとハスとツタの葉っぱまだチェックしてなかったんだね。オークがいる。モントーラのさ、キングオークとは違うんだよね。キングオークをやっつけたら、今回は終了にしようかな。こいつはね、世界中の歯はもらえなくて、
野菜の種をもらえる。今更だけどこっちの方がいいね。川の鎧。これ持ってんだよね。ああ、一個じゃダメだね。臭いと。ツタの葉っぱねえかな。ああ、今回はここで終わりにしようって言ってたんだよね。どうしようか。キャベツ。これじゃないんだ。まだあんのか。あれなんだろう。あれは一体なんだ。花だな。蝶々が、蝶々の花だ。蝶々の花。蝶々の花。あった。帰るか。桜の木の葉っぱをもっと集めたいんだよな。帰るか。ちょっとモンゾーラ行こうかな。
カルプジン。ちょっと一回モンゾーラに行きます。これがね、料理できるんです。コーストが料理してる。この木にさ、これを使う。いいね。一回寝るか。松の木にこれを使うとどうなるの？
えない。松の木の前で使えない。枯れた木でもできるのかな。枯れた木は使えない。これは使えないよ。まだ子供の木なんだよ。料理いっぱい。桃がきを焼く。いちごを焼く。同じものができない。同じものができない。チーゴの種。じゃあちょっと今回はここで終了にしようかな。ああ。穴が開いてんだ。ああ、わざと穴開けたんだ、これ。まあいいや。桜の木の、桜の木ができました。じゃあ皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。